ジョルジュ・スーラは、新印象派に分類される19世紀のフランスの画家。スーラは、印象派の画家たちの用いた、筆触分割の技法をさらに推し進め、工学的理論を取り入れた結果、天病という技法にたどり着いた。完成作を仕上げるまでに、多数の素描や死体を制作して、入念に構想を練った。また、捕食を近くに置くことで、目では、下方混色と認識され、 よりリアルな光を再現している。しかし、写実的な絵はこの時代に開発されたカメラがあるため、様々な批判が寄せられたと言われている。グランドジャット島の日曜日の午後に入学するが、兵役のため1年ほどで、学業を中止する。1883年、サロンに素病が一点入選。この年から、最初の対策、アニエールの水浴の制作に着手する。 この作品には部分的に点描に近い画法が見られるが、人物の肌などは伝統的な技法で描かれている。スーラは対策を仕上げるまでに多くの素描や油彩下絵を制作し、全体の構図、モチーフの選択と配置、人物のポーズなどを細かく研究している。スーラは縦16センチ、横25センチほどの板に油彩で描いた死体を数多く残し、 アニエールの水浴のためのクロクトンは13点が残されている。アニエールの水浴は1884年に完成したがサロンには落選し同年のアンデパンラン店に出品された。ポール・アンベッスさんの外交を同じ1884年には生涯最大の大作で代表作でもあるグランドジャット島の日曜日の午後の制作に着手している。 グランドジャット島に集う50人ほどの人物を天描で描き出したこの大作は1886年の第8回印象派展に出品されて話題となった。新印象派という名称はこの作品を見た批評家フェリックス・フェネオンが同年発表した雑誌記事の中で最初に使ったものである。この作品の題材となったグランドジャット島はセーヌ川の中洲で パリ北港のクールブボア付近にある。サーカススーラは、以上に述べた2作のほかポーズする、女たち、サーカスの客寄せ、車イ踊り、サーカスを含めた6点の比較的大きな作品を、短い生涯の間に残している。作品は、上記の6点の他には、油彩約60点とクロクトニ約170点、素描約230点が残るのみである。 典型的な中産階級の家庭に生まれ、世紀の美術教育を受けたスーラは、創生したという点を除いては特に波乱のない、平穏な人生を送った。スーラは科目で内政的な性格であったと言われ、私生活については他人に全く語ることがなかったという。スーラは、死の直前の1890年、内縁関係にあった女性との間に一死を設けているが、 スーラの母親さえそのことをしばらく知らなかったというほど、秘密主義を貫いていた。スーラの死因は、はっきりしていない。髄膜炎、肺炎、感染性の強心症、そして可能性の高いものとして、ジフテリアのいずれかあるいは複数を罹患したと、考えられている。墓所は、パリ東部のペール・ラシェイズ墓地。ありがとうございます。